政宗様。奥州名物独眼竜ってのはあんたかい？ああ門番やってる連中にここだって聞いて。餅が食いたけりゃ茶屋へ行きな。簡単には食えそうもねえな。ま、覚悟の上さ。政宗様に何の用だ。仮にも奥州筆頭を前にした以上、まずてめえから名乗るのが筋ってもんじゃねえのか。おっとこいつら。俺は前田刑事、以後お見知りおきよ。こいつは夢吉。大道芸人が来るところじゃねえ。帰んな。しかし男臭いところだね。恋の花一つ咲かせるのもこれじゃ一苦労だ。どこの祭りへ行った帰りか知らねえが、やけにハッピーな野郎だな。諸国の武将を結束させようと思っている。終わりの第六天魔王さんと渡り合うために。笑えないジョークだ。大道芸人が武将を束ねようた。政宗様。ん？そやつ前田家の風来坊にございます。ああ。そうかい。道理で水郷が過ぎると思ったぜ。水郷は百も承知だが、今はバラバラに小競り合いをしてる時じゃない。喧嘩ってな、大掛かりになるほど蚊帳の外にいるやつの方が見極めが効くもんだ。戦もそこは同じってね。奥州の伊達に甲斐の武田、越後の上杉、三河の徳川で東の布陣を固める。そこに近江の浅井、越前の朝倉、さらに西国の武将とも手を取り合って織田を包囲したい。及ばずながらこの俺も。よくしゃべる野郎だな、織田信長。確かにあれは単なるおっさんじゃねえ。魔王さんに会ったのかい？だったらわかるだろう、あんたほどの。あいにくだが、俺は人の下につく気はねえ。上とか下ってんじゃない、俺が言いたいのはさ。どうしてもってんなら力ずくでねじ伏せな。俺はあんたとやり合いに来たんじゃねえんだ。喧嘩なら太平だった花街でいくらでも相手になるぜ。シュール！わかったよ、独眼竜。何の真似だ？すごい技の使い手だと聞いてるんでね。抜かないくらいがちょうどいいと思ってさ。あんまり俺を怒らせんなよ。まだ怒ってなかったのかい？小次郎。承知しております、ご存分に。幸せになってこその天下だろ。戦場で血を流して死ぬより好きな人に見取られたいと思わないか。俺はトシとマズ姉ちゃんが悲しんでる姿だけは絶対に見たくねえんだ。あんたにとっちゃ小さいことかもしれないが、喧嘩取りってな、みんなが恋して喧嘩して笑って泣いて楽しく暮らせる、そんな世のために。
つ他を当たりな、ヤサ男の兄ちゃん。ああ、ほんと、食えないね。